皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もホライゾンゼロドーン遊んでいきましょう。さあ今日もですね、サイドクエストを消化していきましょう。でですね、太古の鎧、これがねまだ到達できないんで、この3つこれをクリアしてしまえば今んとこサイドクエストは終わりでね、まず最初山積みの問題。オスラム族の集落であるフリーピープが山賊や機械の襲撃を受けている。放っておいては壊滅してしまうかもしれないというミッションでね、まず最初に山賊の隠れ家に向かっていきましょう。今ここにいて、こっち山賊さんよ、どこだい。そっちね。多分割と近いはず。ん？そこに、それはスクラッパー。引きずってきた。一体どこから。一旦スルーして、そっち、そこね、そこですね。いっぱいな。これが山賊、バチ当たりな山賊。さあどうする、ぶっ殺す。よし。待って、近くにいる？それは機械か。で、そっち行こう。民族の守りが固い。協力源を探す前に見張りの位置を覚えないと。これ言い過ぎでしょ、そこに。これはステルスできんぞ。圧倒的暴力、数による。さあどうするかね。そんでこっから入れない。そこの上、待って、ここ妙に暗いぞ。いいですね。でね、動力源を回収する。3分の0。私を探してる。これどういく、そっち。ちょ待って、暗いわ。朝に来ればよかった。動力源3つ、いけなくない？こっか。そこいますね。まあいいか。警戒してな。戻ってくるもんだよ。とね、そこね。そいつは厄介。で、そこに2人。こっちだよ、あいつをやるんだ。で、今のでバレたっぽいな。まあ適当にやっていこう。そこ、そっちか。対岸ね。相変わらずこの人は仕事せんな。よし、落ち着い。あとはいませんかね、そこにいる。よし、それとそこね、高台に1匹移動してる。よし、
さあそしたら探索タイム。まず一つ目、この中。動力源。とね、二つ目、その上。よしよし、日が昇った。とね、そこの上。こっち登って。よし。で、二つ目。そして、三つ目。これがね、よくわからん。そこ。どっち？ここね。よし。よし、終わり。次はスクラッパーを倒して武器の部品を見つけよう。いいか、後で痛い目に遭うぞ。村はもう終わりだ。捨てゼリフ山賊。そしてスクラッパーの生息地に行きましょう。よし。自分ね、フォロワーさんからレインボーシックスシージ、あれをね、やらないんですかっていう風に聞かれるんですけど、一応ね、持ってはいるんだよね、 PC 版で。そっか。しかしね、 PC 版はあのチート使いっていうのが蔓延してる上に、皆さんめちゃくちゃ強いの。よし。でね、武器の部品の回収、そっちか。あそこいんな。スクラッパーがあの山を作った。変だな、巣を作ってる。ペトラが使えるものを探そう。すぐに。1つ目、 UBI はね、結構チート対策っていうのがガバガバですね。あとサーバーが貧弱。私を探してる。よし。コーナーもね、結構サーバーのせいでプレイヤーが6割ぐらい減っちゃったっていう話ですね。まずい。作って、よし。まだ生きてる。オッケー。で、二つ目。それと、最後にそっち。そこどう行く？こっちか。よし。で、三つ目。ペトラのとこへ。クズ置き場に長くいすぎた。これも取れない。アイテムいっぱい。よし。そしたら戻っていこう。さあ戻ってきて。どっち？あなたが味方でよかったわ。この上にいる鍛冶屋さん。この人ですね。ペトラ。ペトラ、部品を持ってきたけど、まだ山賊が来そうだ。生き残りの奴らだ。村を奪おうとしてる。それ本当？ちょっとだけこれ持っていてくれる？すぐに何なのかは分かるから。それじゃあしっかり踏ん張ってね。お尻に押し付けないで。なくしたくはないでしょ。はいはい、分かった。そんで、これね、オスラムの大砲。重たい。持ち上げるのがやっと。ほら、どうした？来るなら来い。いいか、野郎ども、街をめちゃくちゃにしてやるんだ。L にやるに長押して、これか、これが弾を回収して。お、すごいな、フレポン的な武器。あ、これすごいわ。今のところいい感じ。くたばんな。 OK。 でもそっち、これ巻き癖は。
いや、これはね、ぜひいただきたい。いいっすよ。あとは山賊以外はさっさと避難してちょうだい。おいしたお前ら、あそこにサンダジョイで。さあ増員やってくる。いいね、経験値これもうまい。待って、企画にポンポンしていこう。了解です。お前の橋だろ。また作ればいいわ。すごいな。わお。ちょっとやりすぎたかもね。軍隊用語は知らないけど、あれが総崩れのやつ。さあどうかな。よし。いいもので最後。今ので歯を痛めた。あら、そうなの？皮の紐でも噛んでおいたらどう？あいつらは空想にしてやりましょう。まあつまり鳥に死体を食べさせるってこと。この子が動かなかったらどうなってたことか。あ、動かなかったら可能性があったのか。まだ完成前だからテストしたの。でもほら、あんたもノラのおもちゃ使ってるでしょ。鉄しか信じられないってよく言われるけれど、私はあんたのことを信じていたわよ。借りができたわね、機械の狩人さん。絶対忘れない。私も忘れない。うわ、髪の毛に雷が落ちたみたい。よしと、でミッションクリア。でですね、次のクエスト、お次はね、これではなくてこれいきましょうかね。死に至る相続。カージャの貴族の息子ラムナンは、お父さんの邸宅が機械に襲われ命からがら逃げおせたという。家族の安否を確認するため機械を倒してくれるものを探しているというミッション。それがね、こっちで、その前にスキルポイント、これかな、リーダーストライクで、次で最後で、一旦こういきましょう。さあ残り100歩ぐらい。どっかな。こっち。ここか。ラナマンの家族の土地だ。待って。できるわ。機械をすべて倒しましょう。はい。他は？そっち。そこにラベジャー。こいつはね、そのラベジャー砲をこうじゃ。よし、もぎ取って、あとはまあ適当に倒していこう。氷が着点、一発 OK。凍らして、あとはボーナスタイム。よし。でそこのドイツだ、ウォッチャー。なぜ警告もなしに機械に襲われたんだ。よし、一旦倒して、で現場検証、邸宅を調べる。これがそのラベジャー砲。ダラディ、生存者がいる。
どこだ。ね、聞こえる？今のだいぶ近い。ねえ。ここか。誰か。ここよ。助けて。ありがとう。もう誰も来てくれないかと思った。みんな死んだと思ってたの。何があった？機械に襲われた時何があった？悲鳴を聞いて飛んでいったら、ラベジャーが守衛を人形みたいにその引き裂いてた。父が私を納屋に押し込んだのよ。機械を倒す音がして、そしてラベジャーの大砲が鳴り響いて、沈黙が。ドアを開けようとしたんだけど鍵がかかっていたの。救ってくれたんだ。でももうありがとうって言えない。機械はどこから？機械たちが一体どこから来たのか、なぜ襲ってきたのかわかるか？この辺りでは毎年機械が増えているのよ。だから父が警備を増やしたの。でもこんな風に襲ってきたことはない。原因は全くわからないわ。ここにいて辺りを調べる。ええ、今は父と一緒にいてあげたい。さあ一体何があった？さらに調べていく。これウォッチャー。この上かな。いけませんね。こっちも。さあとなると、中に入って調べないとダメだな。これですね、謎の装置。単一周波数の不明な信号を発している。なんだビーコン。でね、その中どう入る。ないぞ。工房に入る。もしかしてこれ鍵が。鍵どうやって入る？持ってる人がいるはず。工房の鍵どこだ？あの人かな。鍵を持ってらんか。建物の中を調べてみたいんだけれど、どう入ればいい？自重のキンディブが鍵を持ってる。今も持っているはずよ。かわいそうに父に16年も仕えていたのよ。キンディブってあいつか。結構前にいたな。ということは、待って、キンディーブのとこに行くの？この周辺もしかして死んでいる？そっちは？これは多分自重の死体だな。鍵を持ってると言って。よし、鍵だ。これキンディーブとは違うわ。キンディーブ。よし、そして入っていこう。で、これがそのビーコン。この装置が信号を送っている。おびき寄せられたのかもな。信号が切れるはず。でも誰かが機械をおびき寄せるため置いた。皆殺しにするために。そう、犯人がいるはず。で、再びダラーディのところ、話をしよう。どうも誰かが機械をおびき寄せるためわざと置いたみたいだな。父親には敵がいたのか？ダナマン、兄よ。ギャンブルにはまって盗みを始め、恐喝まで。感動されて復讐を誓っていたわ。ダナマンに頼まれてきたんだ。
財産を手に入れるため機械を追い払ったのか。そうはさせない、あの人殺し。そうはさせないだと。財産が欲しいの。一緒に育った兄弟よ。誇りはないの？ああ、ないのだ。だが財産はある。あの世で父さんに会ったならありがとうと伝えてくれ。貴様はこの装置が機械を集めてくれるはずだ。私が手を下すより楽。さあ結局は遺産目当てか、ダナマン。でですね、グリントホーク、これ3匹やっていこう。まずはね、1匹混乱させよう。このリンチはしんどい。よし、そして燃やしていく。危ない。よし、一旦こいつ行こうか。待って、どこ行った？よし、危ない。一旦回復して、次そいつ行こうか。 OK、 危ない。今のよし。さあラスト、よし。オッケー、これで一件落着。しかしもうこのうち家族関係も土地もめちゃくちゃ。ダラディ、まだあなたみたいないい人がいるのね。たとえ兄のようなクズがいたとしても、父は大げさなくらい感謝を伝える人だった。家族の伝統として受け継ぐわ、これを。旅の助けになりますように。よしよし、でミッション完了。でですね、本日最後のサイドクエスト、これいきましょう。舞い降りるし、国境沿いの集落ピッチクリフがグリントホークに襲われている。襲撃の原因は、でね、ピッチクリフ、こっち。グリントホーク、ここがピッチクリフか。さあ早速襲われている。再びグリントホーク行こうか。よし、いるよ。よし、まず一匹。次、微妙なホバリング。よし、で追撃して燃やしていく。焼き鳥ゲーム。で死にました。次、矢をこさえて、燃やすよ。この子たちもね、なんか焼いて食べられればいいんだけど。まずこいつか、弱ってるやつをやっつけて。よし、で次、よし、もうちょい。よし、でからの多分残り2匹ぐらい。
どこだい？落ちてくる。近接当てて、みんなほら、つっつけ。よし、で、多分ラス1。フリントホークはなぜ攻撃を？オサと話した方が良さそうだ。クタクタだよ。今日は三度も。でね、素材はもういいです。もういっぱい。ただ待って、七面鳥。これは欲しいんだけど、集落の七面鳥。殺せない。そんで、この上。で、これが長老、ララート。さっそうと現れて哀れな俺たちを救うとはな。どこから来た？村の外でハカートという男に頼まれて。あのバカ、じっとしていろと言っておいたのに。足かせをはめてやる。死んだよ。何？まさか薄汚いろくでなし野郎の弟が死んだだと？いうことを聞かずに。なぜだ？彼は村が皆殺しにされると心配していた。クリント・ホークが現れた原因に心当たりは？で、会話。ルアー。誰かルアーを売りに来たことは？ほら、機械をおびき寄せる装置だ。お前本気か？ノラの冗談かなんかだろう。来てないってことか。グリント・ホークをおびき寄せた原因に心当たりは？機械のクズを放置していたとか？まさか。オセラムはガラクタも使う。カージャとは違ってな。奴らは綺麗な部品だけ残す。じゃあカージャが部品を放置したのか？ここに？まさか。俺の目の前でガラクタを捨ててみろ。そいつを拾って口に突っ込んでやる。なぜカージャがグリントホークに関わってると思うんだ？ここはカージャから身を守るために作られたんだ。だが今じゃ取引場所さ。まあ、カージャのおかげで儲けてるけどな。カージャがこの場所を狙ってるのは明らかだ。奴らはどこでも欲しがるだろう。でもどうやってグリントホークを連れてきた？攻撃が収まってくれさえすりゃ俺の部下を一人追跡に行かせるんだがな。着いた先には間違いなくカージャがいるだろう。お前の役割は何だ？俺は長だ。弟に頼まれたんだが酔っ払いすぎてて断れなかったんだよ。弟はどこだ？あいつを埋葬してからグリントホークどもを蹴散らしてやる。ここから川沿いをまっすぐ南に行け。あのバカ野郎が、まったく無茶なことしやがって。ありがとな、あいつを見取ってくれて。グリントホークの原因は私が調べてくる。そっちは手一杯だろ。本当か？誰も手を貸してくれなかった。あんた追跡得意か？まあ得意な方。何か分かったらすぐ知らせてくれ。ハンマー撃ってカージャの化けの皮剥がすんだ。そして調査のスタート。何ですかね、ここにグリントホークがやってきた理由。待って、なんかビーコンっぽい音するもん。あの装置が信号を送っている。グリントホークの原因かもしれない。止まれ止まれったら。こいつか、シャハバード。ああ、何をしてる？なんてこった、電源が切れない。そいつがグリントホークをおびき寄せてる。切るんだ。俺が？電源を入れる方法は分かったが切り方が分からないんだよ。古い作業場を漁ってて見つけたんだ。よし、これでいい。さあ話を聞こう。このビーコンのせいだった。探索。なぜ使い方のわからないものを拾った？俺の顧客たちは文明社会の果てで見つけた最高級の品物をご所望なんだよ。
それに冒険団ってやつは商品価値を高めるもんだろ。他人が行かないとこでこそ俺は輝く。この俺様に登れない山はない。いくら高くたってな、商売には犠牲がつきものだろ。無実の人が犠牲になってもか。みんなグリントホークの襲撃を受けてるんだぞ。そんなつもりさらさらなかった。俺はただ豪邸を離れない裕福な貴族たちの欲望を満たそうとしただけなんだ。なんか憎めない系のキャラですね。作業場で見つけたと言っていたな。いかにも雪に覆われた東の尾根で野宿してた。ありゃ調子が良くても登るのは難しいだろう。だが俺は覚悟を決めて。もういい。作業場には他にも装置があったのか。放置されてたよ。見たこともないような道具だ。ちょっと変わった貯蔵庫があって、状態がいいもんだから開けたくなったんだ。物色をしながら、この世には一体どれだけの秘密があるんだろうって考えていたんだよ。俺たちは何も知らずに日々過ごしているんだ。そうだろ。つまり。ああ、いや、それしか見ていないな。だが、ないとは言い切れないぞ。今にも恐怖を解き放とうとして。お前は装置がグリントホークをおびき寄せると分かっていたのか。知るわけがないだろう。ずっとここに隠しといたんだ。だが戻った時にあの空飛ぶ化け物に危うく首を切られるところだったのさ。で、向かっていくのはその作業場。この装置は危険なものだ。作業場を見つけてそれが最後だと確認しないと。どこにある？東の尾根だよ。野営地の少し向こうだ。だが作業場を出て山を降りた時、俺の頭上に不吉な亀裂が走ったんだよ。それで俺は雪崩で道を断たれる直前に川に飛び込んだ。もうあそこにはたどり着けない。登るのは危険すぎて無理ってやつさ。運にかけてみるよ。もう作業場には近づかないこと。厄介事は起こすなよ。いいキャラしてますね。そんで野営地へ向かっていく。あのビーコンは結構あんのかな。作業場は東の尾根にある野営地の近くにあると言っていたな。それがね、こっち。一旦ここにトラベルして。おっち、危ない。あそこいますね。で、こっち。そこ、これいけるかな。食らわずに。危ない。そっち。よし、もうちょいもうちょい。さあ登って。で、まだ登って。で、そこに焚き火。ガラクタ集めの野営地か。作業場はそう遠くない。雪崩を避けていけるなら。よし、多分ゲーム的に雪崩はないでしょうと信じたい。で、こっちか。作業場。もうちょい。ね、このもしかして上？そっちっぽいな。どういく？よし、こっち側をひたすらに登って。ん？待って、こっち来た。あ、大丈夫ですね。そこにロングレッグ。そこにもちょっと面倒なんで石をね、これ
そっちだよ。あいつはうるさいように入る。あ、こっちか、こっち来る。気をつけないと。まあ念のためオーバーライド。よいしょ。で、2匹でターンで刺して、こっち。そこにベローバック。なんだここ。しかもこれ炎ではない。ですね。氷のベローバック。うん、これはね、初めて見た。ルアーがストームバードをおびき寄せた。装置を見つけて破壊できれば、機械はいなくなるはず。いますね。ルアーを無効化する。プラス、あった。ルアーだ。ストームバードを倒す。待って、ロープ作ろう。ちょっと待って、もうちょっと待って、もうちょっと。よし。でね、まず破砕かな。よし。パーツをもいでいく。よし。そっちの羽。羽やっぱむずいね。当てんのは。よし。さあ逃げて。炎もね、そんなに効いていないと思う。うん。たまにが悪いね。属性の。まずい、それまずいよ。危ない。ロープ等と思ったら逃げてしまう。待って、真上。でね、そこに裂け目があるので、ね、岩の。よし。さあ、ここで。ロープタイム。捕獲して。よし。んで、逃がさ。ロープではめる。待って。よし。逃げなさいよ。よし、ここで再び。そこの足、ももに。そこ全然効いてない、ももに。が3。待って、それどこにいるの？多分そこら辺が弱点だと思う。もう取れたかな？あ、取れましたね。そしたらね、どうしよう。氷属性、これもあんまり効かないかな。あ、でもそこそこ効いている。もうちょい。最後の一発。よし。さあ、回答タイム。火はそんなに効いてない。まずい。よし、矢玉作って。近接もそんなに効かないもんね、多分この子は。96。いや、意外といけんな。おや、倒したかな。多分やったっぽいね。よし。ただちょうどこの格好がね、素材が取れません。まあいいや。
そしてルアーを無効化する。よし、まず一つ目。次はそっち。ここ危ないな。落っこってしまうと多分下に戻される。でそっちとそっちね。よし、さあこれが最後。よし、これでもう機械は来ない。作業場を調べるか。よしよし。ルアーの背後に出るバールか。さすがだ。しかも危険。ピッチクリフに伝えないと。デルバールの工房か。いたんだ手紙。これうまいですね。あの敬具が愚かっていう字になってる。よし、そして最後に戻っていく。ララと。喜んでくれ。他にもルアーを見つけて破壊しておいたぞ。これで最後だと思う。本当にあんたには感謝する。期待してた以上によくやってくれた。だがなぜこれで最後だってわかるんだ。放置されていた作業場を見つけたからもう平気。そうか、俺の部下どもがあんたと握手をしたがってたよ。弟も同じ気持ちだ。ピッチクリフの住人と家族を代表して礼を言わせてくれ。よしよし、これでようやくクリア。さあでですね、今んとここれで攻略可能なサイドクエストってのは全部終わりました。しかしね、サイドとは別にサブクエスト、これがあるんですね。これをどこまでやるかっていうのが問題という感じかな。さあではね、今回は一旦断りにして、で次回はサブクエスト、あれをね攻略しながら、あと機械路も巡っていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。